皆様こんにちは、先折り作家のなおなおです。今日は私の使っている大きな折り機に縦糸をセットする方法をご紹介します。縦糸は前回縦糸を成形する方法ということでご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてください。こちらがいつも使っている折り機になります。幅が90センチぐらいまで折ることができます。しっかりした折り機ですので打ち込みが強くて、バッグなどのしっかりした生地を折ることができます。このような大きな折り機をお持ちの方は少ないと思いますが、縦糸をセットする方法が分かれば折り機の原理も分かりますし、小さな折り機にセットすることもできるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さきおりなおなおチャンネルでは、さきおりのこと、洋服やバッグで仕立てること、着物に新しい命を与えるということをテーマに動画を制作しています。気に入っていただいた方は登録よろしくお願いします。前回準備した縦糸を折り機の手前側に置きまして、綾の紐をつけた部分を折り機の向こう側に置いていきます。白が左側で黒が右側にセット したいと思います。で、私の折り機はここに紐がついているので、こちらとこちらに縦糸を成形するときに分けたのですが、ついてない方の場合は半分半分ですとか分けて成形してみてください。この綾の部分を目印にこのように置いていきます。折り機の後ろ側に回ってこちらの棒に糸の輪っかをかけていきます。この時に糸がねじれていないかを確認してください。ここが、中心になりますので、半分の縦糸をこちらから持ってきます。これで棒に端を通すことができました。抜けてないか一度確認します。そしてこの綾棒を、ここの綾糸を作ったところにこちらの綾棒を通していきます。この綾棒を通すことによって縦糸を1本ずつこちらから順番に出すことができるようになってきます。綾棒を
グラグラしないために紐で折り機と結びます。そしてこの綾紐のところに綾棒を通していきます。8の字になったところに順番に綾棒を通していきます。綾棒の端を糸で縛ります。綾棒の紐をこちらも折り機にセットしていきます。そうしましたら成形するときに結んだ紐をすべて取っていきます。そうしましたらこちらの道具を使います。こちらの道具は縦糸を織り機に立てるときに使う道具です。ここの棒の間隔が1センチおきに棒が立っているようになってますので、今回は1センチに7本入れるのですが、2本取りにとっているので6本8本6本8本というふうにここにセットしていきます。こちらを折り機にまずセットします。こういう感じで折り機にセットしました。で、作業しやすい高さに綾棒を調整します。そしてこちらがここの棒が真ん中ですので、6本8本6本8本というふうにここから取っていきます。2本取りになっているので分かりやすいですが、これで6本です。中心から順番に6本8本ですね。
半本というふうに、ここがとにかくまっすぐ出るように6本8本、もし違うところを取ってしまうとこういうふうに引っかかって出ないので、まっすぐ出る6本8本をかけていきます。1センチに3本立てたいときは、おさを使うときは3本3本3本、1センチに6本立てたいときは6本6本6本というふうに、その使うおさによってここに入れる本数が変わってきます。ただ奇数の 3.5 本とか、1センチ今回は7本なので、6本8本6本8本というふうに入れていきます。最後は8本6本で、こちら側片方が終わりました。次はここからスタートです。最初6だったので8686というふうに入れていきます。1センチずつ分けることができたので、巻くときに外れないようにカバーをしていきます。で、だいたい均等になるようにタテ糸をここで並べていきます。なるべくまっすぐにしてあげます。そうしましたら、織り機のここの部分に縦糸を巻いていきます。その時に紙を挟みながら、最初は棒2本挟んで巻いていきます。で、こちらで巻いたら引っ張る、巻いたら引っ張るというふうに、織り機の前と後ろを行ったり来たりしながら巻いていきます。しているので2箇所板を最初入れます。この結び目がボコッとしているので、縦糸に響かないためにこの板を
セットしてボコっていうところが糸に当たらないようにします。もう一箇所も同じように棒の上に板を置いて一緒に巻き込みます。その後は、糸も多少ボコボコするのでこういったカレンダーのようなものを一緒に巻いていきます。巻けたら織り機の手前の方から縦糸をキューキュー引っ張って緩み分がないようにします。なるべく離れて引っ張ると糸の絡みがなくなります。10メートルと長いのでこのような障子紙のようなものやリーシを使っていただけるといいかなと思います。折っている時に隅の糸が緩みやすいので隅の糸は力強く引っ張っておきます。このようにから緩み分がどんどん出てくるので絡みやすいですが、ここで手でこうやってやってしまうとどんどん絡んでってしまうのでなるべく離れたところからブンブン振り回すと全体的に緩みが馴染んで取れていきます。このようにブンブン振っただけで割とまっすぐに糸がなります。あとは手ぐしでこういうとこをほぐしながら
割っていきます。これで10メートルの縦糸が織り機に巻くことができました。この小さな穴に通していきます。で、この糸通しを使って草に通していきます。分けると縛った時に割と目が開いて、これで縦糸をセットすることができました。ぜひ参考にしてみてください。